自分の学校の、謎ルール。ほう。謎ルール。今思うとあれ謎だったわみたいな。謎のルールあったかな。その学校の生徒しか知らない言葉とかありましたね。なんか、なんかやばいとかのことをパニックつけるんですよ。例えば時間がないときは時間パニック、それを略してジッパって言うんですよでそれ通じるのはその高校絶対社会にとって使えない言葉なんですけど、ジッパで、なんかメシパニってやったんですか。あ、メシパニ。メシパニはなんか誰か、使ってたの。メシパニ聞いたことあるですね。メシパニ大学ぐらいパニック系ある、ね、パニック系で、そのメシパニがご飯美味しいとかって、そういうの。いや、もうまずい。いや、食べ過ぎの方が食べ過ぎ、めっちゃ食べさせられる、限界を超えて食べさせられることをメシパニ。言葉遣いが僕に君も、あの、俺、ダメです。あ、僕か自分です、ね、あ、自分、あと、マジっていつも使ったダメです。あ、そうだね。本当ですかっていうか、今でも、だから目をして僕、僕をって言います絶対。使わない、俺使わないです。俺は使わないですね。あの、俺、後輩には全然言いますけど、上の人には僕は。確かに俺が今気づいたそう、ね、しっかりその染みついてるタイプと忘れてるタイプルールあったなんか。いや、謎なルールはメシパ的な変な用語とかもない。もう本当に先輩がいたら挨拶するぐらいなんで、あ、まあ、それは普通なの。謎ルールないよ。謎ルールでも、先生がいるところで先輩に挨拶しちゃダメっていうのはなかったですか。あったですよね、うん、そう、どういうことですか。変に出しすぎじゃない。そう、先生に上下関係がバレたら。そう、あ、なるほど。そう、なので、いや、先生も自体も先生時代の時はもっと上下関係やばかったんですけど、だからやるなっていう感じだと思うんですよ、先生方は。だから、あの、先生がいるのに先輩、先生がいる時点で先輩がコートに入ってきて、おーって言わなかったそれ言っちゃったらみたいな感じで影に隠れたってやってるんですが先生がコートにいる時点で先輩に挨拶しちゃダメ。意味分かんないです。いや、マジでもう目引き出して、だからもう先生にとってはもう1年生でアイコンタクト先生いるからみたいなもうコートがめっちゃ広いからそうのがあった野球部がすごいですね。野球部がすごい。3年生で小柳さんって先輩がいて、小柳さんやばいっす。結構好きなんだはもうどこに行っても後輩見つけたらこうやってやりだすそしたら後輩走ってったら小柳さんが親友って言ったら小柳さんっつってパッて配達っていう流れがあって、それめちゃくちゃいい。ラントレとかしててもみんな先輩こうじゃん、小柳さんたまにクッてやったら小柳さんっつって楽しかった。それめっちゃ面白いじゃないですか。これがなぜか親友って言って混ぜてくるすごい楽しかったバスケ部ならでは俺の部活あるある。部活、僕らは1年生は声出しっていうのがあって、間隔1秒しか開けたらダメなんですよ。ああ、うん、ファイトーってまあ大声で、めちゃくちゃもっと大声で叫んで1、ファイトーってずっと練習中にもう3時間ずっとこれです。ファイトーだった、はい、俺ら多いな。あ、おーとか、もうそれはもうさじ加減ですね。おー、ファイトー、ファイトー、多いだった、全員多い。あ、そんな感じですぐらい、どっちか。ファイトーい、ずっと先輩も見てるんで、はい、だから声途切れることがないんですよ、練習中に。それは1年生8人ぐらいめちゃめちゃずっと声出してました。途切れたの。途切れないです。途切れたら終わりです。死ぬ時です、途切れたら。今日声が小さかったなって思った日は、だからその集合させられて、全員物質で正座させられて。へぇ、言い方あれだけど、その、まあ、さっき言うように、そのレギュラーじゃない人たちほど目を光らせてる、それに対して、ね、はぁ、バスケじゃなくて、後輩が声をちゃんと出してるかに目を光らせてる人とかがいるから、うん、そういう人がすぐに回収号つって。それあるあるっすよ。あるあるだよね。そう。僕はあの高一からでかかったんで、大体でかいやつってあの下手でも入れるじゃないですか、ね。でそれであの全然大した試合で活躍できないんで、めちゃくちゃそれであの駅入れられるけど、それ言われないために頑張ってあのどんどん成長していったらなくなりました、ね。1年間試合は出てたんじゃん。1年の春は出てないですけど、冬からは出てたんです。あ、そうだね。ちょっとで絡んでて、
あいたなんかは1年生から出てないんですよ。出てないんだ。一応だって結構名門の人多いですし、最後から人数多いもんね。ウィンターで初めてですね、全国でめっちゃ入ったの。次行きましょうか。じゃあ高校時代の学びで今でも大事にしていること。自分から言っていいですか。多いね。やっぱ近藤先生に教えてもらってたんですけど、すごいいい先生なんで、なんかまあ本当にどんなに上手くなってもこう威張るんじゃなくて、やっぱ、はい、謙虚にやって、やっぱどんな人にも後ろ指刺されないような選手になりなさいっていうのを言われてたんで、それはもう常に意識してますね。素晴らしい。めちゃめちゃ素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。今ので頭真っ白になったし。今日頭真っ白になるよ。今日ね、常に一緒だね。良すぎて今。いや、良すぎたな。でもそうなんだよね、本当に。学びじゃないけど、その北陸ってさ、その細かいことを特に教わらないじゃん、はい、そういう意味ではだから自分で考える能力がすごい身についた、うん、今でもだからすごいずっと頭使う、うん、確かにバスケットに関してはそうですね。そう、最初あの山本エドワードっていう、はい、B リーグの選手が先に出てたの試合、あ、そうなんですか、うん、行った時はエドがスタートだったの1年生で、あいつに勝つにはどうすればいいんだって言ったらずっと考えてて、はい、だって何も教えてもらえないじゃん、そこ。いや、マジで何も教えてもらえない。人数美味しいわ。美味しい。基本ね、試合こなして上手くなっていくって感じですね。そうですね。そうですね。2人見てたら、北陸出身の選手は2人しか知らないですけど。そうなんだろうなって。統計取るのちょっと難しいですね。2人しか。2人しか知らないですね。まあまあ、でも、そう、生きてると思って。ね。あれは間違いないですね、うん、確かに。僕はなんか、佐々木睦美先生っていう先生が今もやられてるんですけど、もともとプロでやってたんで、逆にめっちゃ細かく教えてもらったんですよ。その足さばきとか、ディフェンスの時のこう受けとか、それはやっぱ今プロになってもいいなとは思います。今日は生きてない細かくね、今日は生きてないんですけど体の使い方とか、まあまあ、まあでも体の使い方うまいもんね、うん、確かにうまいよ。確かに先生から教えてもらった方がなと思います。そう思うとやっぱりまとめると指導者の方って大事だよね、うん、いや、めちゃめちゃ大事だ。誰に教えてもらうかってすごい、うん、子供の時は礼儀もそうだし、バスケやってもらったらね、その内容もそうだし、うん、次行きましょうか。今高校生に戻ってもバスケ部入りますか。僕はあの帰宅部で楽しく過ごしたい、はい、もう一回やれるな。まず行く北陸。いや、北陸は行かないです地元の高校。そうだね、はい、絶対バスケ入ります。そうだね絶対入りたくないあの1年生の1年生から、ね、一番長かった人生で一番。それは全然入ってもいいです。あ、いいね、そういう大会。多分人生やり直してもバスケやるって言いそうだもんね。まずそれは分かんないです。あ、それは分かんない。他にもやりたいスポーツあるんで。野球とか。あ、確かに。まあスポーツ、相撲。だからスポーツ好きだもんね。相撲ね。相撲好きだもんね。じゃバスケやるか分かんないですけど、うん、スポーツはやるんですか。ゆめさん絶対スポーツやんないです。俺多分 e スポーツやってる。でもそっちがいいな。耐えてますもんね。じゃあ最後、まあ、今日のこのトークどんな感じでしたか最後に感想を。で、まあ、いろんなね、この高校のエピソードっていうか、まあ、北陸が濃かったと思うんですけど、多分何個かお題あったから結構パンパンって言ったけど、うん、1個のお題で多分俺ら1時間喋れる全然喋れる。北陸はまだまだいっぱい。北陸多分マジ北陸2人でこのお題で喋ってって本当1時間喋ってたら1時間喋れるぐらい多分多い。ちょっと次それやりますか。でも半分ピーってなるそれは、まあ、それは面白いですけどね、はい。まあ、でも最後、まあ、いいこと言うとしたら、さっきあのなんか学んだこととかそういうのあったんですけど、北陸高校はおかげさまでっていうなんか、うん、なんていうんですかね、ここまで来たのも自分の力だけじゃないよって、その親だったりその周りの友達だったりいろんな人の支えがあって今の自分がいるってことを忘れないでっていうのを教わるんですよ、北陸高校で学んだりと、はい、それはちょっと、はい、伝えておきたいなありがとうございます、はい、じゃあすごくいい言葉が最後にいた
ただけたので、これで締めましょう。これでいいっすよね。ということで、本日の企画はここまでです。皆さんお疲れ様でした。はい、じゃあ、皆さんまた会いましょう。せーの、ゴージェッツ。はい、ありがとうございます。全然喋ってない。でも確かに北陸勢に喋られたらしね。ちょっと意識したことってありすぎるんだよ。いや、一部だったら平和なのよ。絶対そうやです。だから一部ならいい高校って言ってる。いい高校。ありがとうございます。